チャオ、マシロです。4月13日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日も100は取れましたね。はい。で、睡眠タイプはぐっすりになるかな。すやすやも多いな。あ、なったね。はい。で、寝るときはマスター5で寝ましたね。はい。ポケモンが8対2、星さんが2つ。星さんの寝顔の方が見てないからね。チャンネル登録と高評価よろしくね。さあ、お腹の上の嘘八だっけ左側見ていこうか。ワニの子すごい出てくれるね。そして木が多いな。あ、なんだっけ、ゴルダックだっけ。うわー、もう一匹いる新しい寝顔はなしだね。今日もワニの子かな。木はいらんやん。はい。いや、今週さ、なんだかんだ忙しくて、ご飯2回ぐらいあげれてないんだよね。だから低めだね。うそっきーじゃないや、なんだっけ、うそ8か。もうそこらへんにチャンスはいらんのよ。ワニの子オンリーだねあ、ププリンはね、うちの最強のププリンちゃんがいるんであげられないですね。はい、まだいける、ゲットできるね。さ、こいつチャンス来てるけど、まあ、とりあえず1個上げてみようか。特大成功来い。あー、来ないね。はい、ということで本日はこれで終わりたいと思います。いや、なんか見たことないポケモン見てみたいな。もうワニの子だね。はい。さあ、個体値はどんな感じかな。勇敢、木の実の数 S はついてない。あー、食材確率アップ、お手スピがアップ。まあ、いらないかなはい、ということで、本日はこんな感じで終わりたいと思います。あ、そう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 、昨日ね、まあ、撮った後に情報が来たんですけど、はい、こちら、フラワーフェスティバルキャンペーンということでね、キュワワが出る、イベントとしてキャンペーンが始まるみたいですね。22日から。で、今回のキャンペーンでは、他の睡眠タイプのポケモンに出会うことができ、草タイプ、フェアリータイプのポケモンが姿を現しやすくなっています。ということで、しかも、料理がサラダで固定で、最終エナジーが 1.5 倍ということで、またデザート集だった日と一緒だね、 1.5 倍って。で、1週間続きキャンペーン期間中は睡眠リサーチで来てくれるポケモンが1匹チャンス確定。いやー、これありがたいよね。もう毎日やってくれイベント外でもやってくれ。はい。あとは、限定ミッションでキュアワのお香などもらえるって書いてあるから、いやー、これまたミッションのこと考えると若草にこもるしかないんだけどさ、もういい加減違うところで過ごしたいよね。いやー、どうしようかな。若草とシアンとトープとウノハナ、ラピスラズリで、キュアワーが出るのが、若草とシアン
とラピスラズリということでね、シアンに行こうかね、この週は。まあ多分欲しいものがシアン行っても欲しいのがチコリータ、まあでもなー、なんか微妙だよね。ラピスラズリの方がうーんって感じだけど、いやーでもラピスラズリに行くとね、ミッションが達成できないできないと思うんだよな。まあちょっと考えていきたいと思いますね。はい、ということで、本日はこんな感じで終わろうと思います。皆さんは何かいいポケモンに出会えましたか？明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。